部をわきまえろ、知れ者が。勝負ってのは勝たなきゃ何も面白くねえんだよ。ゴール前でビビる奴にストライカーの資格はねえぞ。お前たちも中学の頃からやってるだろ。忌々しい。早くマレチを食わねばならんというのに。俺たちがその裏切り者だったらどうするつもりなんだ。俺を喜ばせるんじゃなかったのか。お茶でも飲んで話でもしようや。まあいいだろう。残念だったな。そういうわけだ。